こんにちは、粟田洋介です。今日は会話のような言葉を使うコミュニケーションとアートとか、特に絵ですね、そういう言葉を使わない非言語コミュニケーションの共通点について考えていこうと思います。そういうことを考えることによって、より魅力的なアート作品を作ったりとか販売するのにも役に立つと思いますし、よりアートを楽しく鑑賞するということにも役に立つと思います。で、質っていうことなんですが、例えばお話をしていて滑舌が良くて声がすごく通る人っていらっしゃいますよね。そんな人のお話はすごく聞き取りやすいです。でも反対にすごく話が聞き取りづらい人っていますよね。私も気をつけなきゃないんですけど、声だったり滑舌だったり、そういうことの他に発音とか文法とか声の大きさとか、いろいろな理由で話が聞き取りづらいし分かりづらいっていう人もいらっしゃいますね。さて、あなたはどちらのタイプの方とお話がしたいでしょうか。まあ話が聞き取れた方がいいんですけど、必ずしも話が聞き取りづらい人よりも話が聞き取りやすい人とお話がしたいとは限りませんよね。例えば話が聞き取りやすいんだけど話の内容がつまらないとか、すごくあなたにとって不快な話をするとか、ネガティブな話ばっかりして不幸になりそうとか、そういうお話ばっかりされていたら、いくら話が聞き取りやすくてもあんまり話したくないなって思うかもしれないですよね。しかも話は聞き取りやすいけど嫌いな人とか、あとはあなたに害をなす人だったりとか、そういう人だったら近づくのも嫌なんじゃないでしょうか。逆に話が聞き取りづらくても、その話の内容が面白いとか、話していて心地よい、幸せになる、そんな方の話だったら、ちょっと聞き取りづらくてもなんとか耳を傾けて会話を楽しめるのではないでしょうか。まあネガティブな話が心地よいっていう方もいらっしゃると思うんですが、ここで言いたいのは、声の質とか話し方の質、そういったこともお話をしたいかどうかの判断基準の一つになるかもしれませんが、その話の内容、そういったことの方が大きな基準になる場合もあるということです。それをアート、絵に例えると、もう上手で分かりやすい絵っていうのもあれば、なんか何が書いてあるのかも分からないし、塗り方とか描き方とか上手なのか下手なのかも分からないっていう絵もあると思います。まあ上手で分かりやすい絵っていうのはそれだけで素晴らしいかもしれませんが、その絵の内容が面白いものもあれば面白くないものもあるかもしれません。不快になるものもあれば、すごくネガティブで嫌な気分になるものもあるかもしれません。まあお話にしてもアートにしても、ネガティブなエネルギーが好きっていう方もいらっしゃることは確かです。そのネガティブな気分に酔いしれたりとか、ネガティブなことに共感したりとか、ネガティブの楽しみ方っていうのもあると思います。なので好きか嫌いかっていうことですね。上手で分かりやすくて好きな絵もあれば、上手で分かりやすいけど好きじゃない絵もあるということです。逆に何が書いてあるのかわからない、書き方とか塗り方とか上手なのか下手なのかもわからない、だけどその内容が面白いとか、その塗り方がまたいいんだとか、なんか味があるとか、また何が書いてあるかっていうのはわかりづらいんだけど、ものすごいエネルギーを感じる、感情を感じるとか、ポジティブだったりネガティブだったりどっちでもいいんですけど、それがすごく心地いいとか刺激的だとか、いい意味でそういう絵がいいっていう場合もあると思います。話し方でも滑舌とかがあんま良くないけど、そのいい加減な喋り方がまたいいんだとか、発音とかの違いもまた魅力的だなっていうのもあるんじゃないかと思います。次に内容なんですが、さっきお話ししたように、お話が上手ならそれに越したことはないんですが、話が下手でも内容っていうのがすごく大事だと思うんですよね。例えば政治の話が好きな人もいれば、政治の話は退屈でつまらないっていう方もいらっしゃると思います。でも共通な好きなことの話題だったら盛り上がることも多いと思います。好きな映画の話、好きな音楽の話、好きな動物でもいいし、共通の世間話でもいいと思います。ただ同じ話のトピックでも共感できない部分は楽しくない場合もあるかもしれません。例えば映画が好きな人同士でお話ししていたとします。一人の人がホラー映画が好きで、もう一人の人はロマンスが好きだったとします。まあ映画の趣味がすごく合わないわけです。すると映画の話をしてもあんまり面白くないことが多いかもしれません。
でもその映画のことを楽しく伝えたら、ああそうなんだと思って、そういう知らない世界もあるのかということで、自分が好きじゃないけどその話は面白いなと思うかもしれません。でも自分が理解できないことばかりを並べられて、その話が退屈で退屈で疲れちゃう場合もあるかもしれません。絵でも同じで、猫が好きな人が猫の絵を見ていいなと思う場合もあれば、その猫の描き方が好きじゃないから良くないと思うかもしれないし、猫も好きだし、その絵の描き方も好きなんだけど、その猫の絵が鳥をガブって捕まえている猫の絵だったとするじゃないですか。それを見て、そんな残酷な絵はと言って嫌な気分になる場合もあるかもしれません。内容っていうのはすごく大事だと思います。まあ絵の場合は、内容っていうのはモチーフだったり、表現の仕方だったり、まあ他にもあるかもしれませんが、そういうことだと思います。絵を販売する場合も、売れ筋のものとそうじゃないものがあると思います。で、モチーフっていうのも、例えばお花とか猫とか風景とか、そういうものが売れ筋のモチーフだということが言われています。私が猫の絵を多く描くのは、たまたま私が猫を飼ってて、猫が身近な存在だったので、猫の絵を描くようになったんですが、他のモチーフを描くよりも、猫の絵の方が気に入ってくださる方が多いので、それでより一層猫の絵を多く描くようになってしまいましたが、私がお花の絵を描いても、売れないんじゃないかなと思っています。それはなんでかっていうと、どういう風に描くか、表現の仕方っていうのもあると思います。それは会話についても同じなんじゃないかと思います。モチーフといえば、私が今着ている T シャツは確か10年ぐらい前に描いたもので、スーパーダブルメンズバーガーっていうくだらない絵です。これは T シャツトリニティで販売して、自分で着たいと思って自分で注文したんですが、この絵は1枚も売れたことがありません。まあかなりふざけた絵なんですが、このモチーフは男性の裸です。こういうナンセンスなのは私はすごく好きなんですが、まあ一般的には男性のヌードなんて一番人気のないものの一つかもしれません。もちろんそういうのが好きな人もいらっしゃるとは思いますが、そんなわけで会話をすることも絵を描くことも内容、トピックとかモチーフですね。そういったものが、まあ人を喜ばせるっていうことについては重要になってくると思います。ただ私は多くの人を喜ばせるっていうのも素晴らしいと思うんですけど、自分の持ってるなんか特殊な変な部分、そういうのを共感するっていうことも大事だと思うんですよね。なぜかっていうと、そういうレアな部分はこの世にあんまり存在しないものなので、変わった趣味の方々にとっては大事な存在になるんじゃないかと思っています。今度は話し方、まあテクニックの部分ですね。話の内容は面白いんだけど、話すテンポとか話を組み立てていくその順番ですね。そういうことで、話し方によってもせっかくの面白い内容が面白くなくなっちゃう場合もあると思います。テンポが早いとか遅いとか、それは人の好みによると思うので、早いテンポが好きな人もいれば遅いテンポが好きな人もいると思います。で、順番なんですけど、話をしてるんだけど何が話したいのか内容が見えてこないでイライラしてくることがあります。まあイライラはしない方がいいんですけど、まあそれは置いといて、何が起きてどうなった、話の順序っていうのはすごく大事だと思います。私も動画を作るときにその順番っていうのはかなり考えるんですけど、後で自分の動画を見たときに、ちょっとこの順番こうすればよかったなっていう感じに思うこともあって、順番っていうのは結構難しいですね。ということで、面白い話がいいテンポといい順番になってたら最高なんですが、そんなに大した内容じゃなくても、そのテンポと順番ですごく楽しい会話になることって多いと思います。絵も同じで、多分色使いとかコントラストとか、そういったことでも大きく変わると思います。色でもビビッドな色が好きな人もいれば、地味な色が好きな人もいる、あとはパステルカラーみたいなのが好きな人もいれば、キラキラなのが好きな人もいると思います。あとははっきりしてるとかぼんやりしてるとか、まあそれも好みがあると思うので、話のテンポと同じように人それぞれだと思うんですけど、話のテンポっていうのも統計を取るとこういうテンポが人気があるみたいなのもあるかもしれませんよね。その色使いとかコントラストとか、そういうのも人気の色使いとか、そういう基準っていうのはあるかもしれませんね。それからさっき言ってたお話の順序っていうものなんですが、起承転結みたいなんですよね。
お話っていうのは時間の経過があるんだけど、絵っていうのはポンってあるものですから、もう一瞬にして見るものです。一枚の絵を見た時に、一番最初に目につくところ、二番目に目につくところ、三番目に目につくところっていうのがあると思うんですよね。例えばこの絵だったらどうでしょう。人によって目につくところって多分違うと思うんですけど、このバックグラウンドの赤と白、これはアメリカンカラーなんですが、そのハンバーガー、アメリカンフードですね。そういったものが目について、よく見ると裸の男が2人挟まってる。でこの字を見るとスーパーダブルメンズバーガーとかって書いてあるみたいな感じで、見えてくる順番っていうのがあると思うんですよね。こういったものは大きさとか色とか、あとは位置とかで意識して何を一番目立たせたいかということを意図的に書くこともできます。そうすることで絵をもっと面白くしたりとか、印象を変えたりとか、そういうことができると思います。あとは環境ですね。環境っていうのはどこで話すか、どんなシチュエーションで話すのかっていうことですね。例えば近くにいる人とお話しするときはそんなに大きな声で話さなくてもいいと思うんですが、すごい遠くにいる人とお話しするときはすごい大声で喋らないと聞こえません。あと話の内容も、公共の場で話すときと密室で話すときの内容はできる話の制限っていうのが出てくると思います。公共の場ではあんまりプライベートな話や恥ずかしい話はできないかもしれませんが、まあ自分の家とか誰も聞いてないとこだったら、ちょっとオープンなプライベートな話もしやすいんじゃないかと思います。あとはフォーマルな場所、カジュアルな場所で言葉遣いも変わるかもしれませんし、いろいろあると思うんですよね。絵とか絵画ですね、そういうものでも同じで、どこに飾るかっていうことで大きく変わると思います。例えばお家のどこに飾るのか、広いリビングとかだったら大きな絵が合ってる場合もあるかもしれないし、ちょっと狭い通路とかだったら小さな絵が合う場合も多いと思います。あとは食事をする部屋にはあんまりグロテスクな絵って飾りたくないって人も多いと思いますよね。まあグロテスクな絵を見てこれを見ると食欲が出るんだっていう人を知っていますが、まあグロテスクだけど食欲が出るからそこに飾ってるっていうのもありだと思います。でもレストランみたいな公共の食事するところには普通はグロテスクな絵は飾らないと思います。あとはオフィスに飾る絵、病院に飾る絵、そういうんだとあんまり砕けたものじゃない方がいい場合もあるかもしれないし、逆にバーとかだとちょっと刺激的な絵を飾ってもいい場合もあるかもしれません。そういったことを考えるのは、販売する時もどういったターゲット層の人がどんなものを求めているとか、どういう場所で販売するっていうんでも変わってくると思います。例えば私の場合は猫の絵が多いんですけど、猫の作品を取り扱っているお店とかで販売していただいたりとか、そういう猫アートのイベントで販売するとか、そういった感じで環境っていうのはすごい大事だと思います。あとはプレゼンテーションですね。個性をどう見せるかっていうことですね。例えば言葉遣いが汚い人がいたとします。知的な場所とかフォーマルな場所へ行くとなんか下品な人だっていうマイナスのイメージになるかもしれませんが、その汚い言葉を喋ることによって自分の素の姿が見せられるとか、力強さが表現できるとか、言葉遣いは汚いんだけど心がまっすぐで素直な人だとか、そういうイメージが出来上がると、汚い言葉で喋っても逆にそれがかっこいいってなるかもしれません。反対にすごく礼儀正しくてすごく品のいい人がいたとします。そういう人はフォーマルなシチュエーションはもちろん、大概の場所ではポジティブなイメージになるんじゃないかと思います。でも荒くれ者ばかりいる場所に行ったらなんか気取って上がるとか弱々しいとか、すごくマイナスなイメージになるんじゃないかと思います。他にもいろいろな例えがあると思うんですけど、大事なのはシチュエーションによって自分の個性っていうのはプラスにもなればマイナスにもなるっていうことです。作品だったらどこでどんな風に見せるかっていうことが大事になってくると思います。例えばまた私が今着てる T シャツなんですけど、この絵を真面目で下品な冗談が大っ嫌いな人のところで出せばとてもマイナスなイメージになると思うんですが、こういうジョークが好きな人に見せればプラスになるかもしれません。あと今私は巾着に絵を描いてるんですけど、例えばこの絵が何になったら人は喜ぶんだろうと思った時に、こういう小物にこの絵が描いてあったら喜ぶ人がいるんじゃないかとかね、そういう感じでこういう雑貨に描いたらいいんじゃないかとかね、そういうことですね。あとはどんな額に入れたらいいのかということで、一つの絵を素晴らしく見せてくれる額もあれば、その絵を台無しにしてしまう額もあります。それは額がいい悪いとかじゃなくて、その絵と額の相性ということです。
あとこれはさっきお話ししたんですが、どこに飾るかというんでも、その作品が似合う場所にあれば、その作品が生きてくるということです。まあお話の仕方、もしくはその作品、それだけじゃなくて、その人自体の個性っていうのもいっぱいあります。でもその人自体に上も下もなくて、その人が合ってる環境、あとは人の好き嫌いっていうことで、良くも悪くもなるんですけど、一つ一つの個性に悪いものっていうのはなくて、その環境を選んだりとか、そのプレゼンテーションの仕方っていうのがすごく大事になってくるんだと思います。最初にお話が聞き取りやすい人と聞き取りづらい人がいるっていうことで、その人の話が聞き取りづらくても、その人が親しい人だったら普通に話をするっていうお話をしたんですが、その親しさっていうことについてちょっと話したいと思うんですが、親しくて親しみのある人っていうのは、話が上手下手じゃなくて、やっぱり心地いいですよね。まあ、しがらみみたいに親しいだけで、その人自体嫌いだとか、そういう場合は除くんですが、親しいっていうのは親近感があると思います。アート作品も同じで、見慣れた感じのものっていうのは親しみがあると思います。結構ストリートで音楽を演奏してる人とかを見てて気づいたんですが、自分で作曲した曲とかを持ってるのに最初に有名な曲を演奏することってありますよね。ちょっと私はわからないので、ちょっと客観的に見た印象なんですが、そのみんなが知ってる曲を演奏することによってたくさんの人が集まってきます。で、集まってきたところで自分のオリジナルの曲を演奏したりするっていうのを見たことがあります。多くの人は知っているものに親しみを感じるので、それはいい作戦だなと思いました。いきなり自分のオリジナルの曲を弾いても、誰も知らなければ、きっと素通りしていく人が多いんじゃないかと思います。絵描くことに関して、私はなかなかそういうのはできなくて、どうしたらいいんだろうなってちょっと考えたんですが、モチーフを選ぶっていうことが一つの方法だと思います。親しみのあるモチーフ、親しみのあるシチュエーションですね。例えば猫好きの人だったら、猫っていうのが親しみのあるモチーフになります。多分だから私の猫の絵っていうのは多くの人が分かりやすいんじゃないかと思うんですね。でもモチーフが好きだからって私の作風が嫌いな人はまあ寄りついてはきませんが、まあそれはしょうがないと思います。あとはシチュエーションとかで自分の人生と重なることに人は共感を覚えるんだと思います。作品が売れるようになる方法の一つが、自分が作品を買うということです。世の中にはアートを買う人と買わない人がいます。かつての私はアートを買わない人間でした。でも今は私はまあ少しなんですけど、アートを買う人間です。人の作品を買うようになってから、人がアートを買う気持ちっていうのが少しわかるようになりました。初めて絵を買った時に、うちのこの部屋のこの壁に飾りたいっていうのを考えて、その雰囲気とか色とか大きさとかですね、そういうのを考えて買ったことがあるんですが、買ってからのことを想像しながら買うっていうのはすごく買う人の心理を理解するのにいいと思います。買うときは自分が欲しいと思ったものを素直に買うっていうことが買う人の気持ちを理解するポイントです。でもいつも買う習慣がないものを買うっていうのはちょっと違和感があって、まあ買うって決めたから欲しくもないものを買っちゃったとか、でも何回かそういう間違いをやったおかげで、それは機械的に買ってただけで、それじゃ買う人の気持ちがわからないということを学びました。で、私はどういう時に作品を買いたくなっちゃうのかなっていうことを考えてみたんですが、例えばそのイベントに行って面白いものがあった、ちょっと買ってみようかなって感じですね。そんな買い方もいいと思います。あとはその作家さんだったり、まあそのお店の人だったり、その売ってる人ですね、そういう人たちの感じが良かったから買ったとかね、そういうのもありだと思います。あと一番いいのがその作品がすごい気に入ったからっていうのですね。あとは金額っていうのも大事だと思って、このぐらいの値段だったら買えるなとか、いくら気に入っててもちょっと今予算がないなっていう場合は買えないと思います。それはしょうがないですよね。でもちょっと奮発してって言って買ったことがあるんですが、それは全然後悔してません。他にもあるかもしれませんが、買う方の心理っていうのはそんな感じなんじゃないかと思います。もし他にもあるよっていう場合はぜひ知りたいので、コメントなどで教えてくださるとありがたいです。私自身、自分で言うのも変なんですけど、アートを買うようになってからちょっとだけ性格が良くなったような気がします。なんかよくわかんないけど、なんかすごく素直になった気がします。アートを買うっていうのは人としていいことなのかもしれませんよね。こんな感じの作品が完成しました。
この2つ巾着なんですけど、私の作品がどうしたらよりよく見えるかちょっと考えて、巾着にするんだったらこういう絵がいいかなとか、自分のスタイルで何にするとよくなるかなとか、そういう感じですね。まあこういう風にしたからって売れる時もあれば売れない時もあるし、どういう風にしたら作品が売れるなんて私が聞きたいぐらいのことです。でも絵を描くときに売ることとか全然考えないんですよね。考えたいとも思わないし、そういうことを考えすぎるのって良くないと私自身は思っています。なぜならアートはコミュニケーションです。まあそれは商売ですから、売ることっていうのは考えますけど、売ることとか考えないでベストな作品を描く。で、どういう額装に入れれば素敵に飾っていただけるんだろうとかね、どういう雑貨に絵を描けば人が楽しく使えるものになるんだろうとか、そういう風には考えますが、それを売ろう売ろうとかお金お金っていうのとはまた違うと思うんですよね。しかもそういう風になりたくないです。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで聞かせていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。